ふと私の覚書を見ると、70もの不思議な事件がある。この8年間、事件を通じて友人シャーロック・ホームズの手際を考えてきた。その中には多くの悲劇と少しの喜劇があり、後の大半は単に変わっただけのものだったが、普通というものは一つとしてない。なぜなら、どちらかというとホームズは好きだから仕事を受けるのであり、お金を得るためではない。何の変哲もない調査は関わりたくないと一蹴してしまう。途方もない事件でなくてはならない。そのようなさまざまな事件の中でも、これほどに奇怪極まるものは他にないだろう。サリー州ストーク・モランに住むかの有名なロイロット家の話である。九段の事件はホームズと付き合い始めて間もない頃に起こり、まだ我々はベーカー街で下宿を共用していた。もっと早くに公表してもよかったのかもしれないが、当時は口外しない約束をしており、こうして私が自由になったのは、ちょうど先日約束を交わしていたご婦人が時ならぬ死を迎えたためだ。私にできることは、おそらく全ての事実を白日のもとにさらすことである。それには理由がある。クリムズビー・ロイロット博士の死について風聞が広がっていることを私は知った。そしてそのいずれもが真実をおどろおどろしくねじ曲げていたからである。83年の4月初め、ある朝私が目を覚ますと、シャーロック・ホームズが身支度を整え足元に立っていた。普段は遅くまで眠っている男なのに、暖炉の上の置き時計によればまだ7時15分を回ったばかり。私は何事かと目をパチクリさせながらホームズの方を向く。おそらく少々機嫌も悪かった。私の朝は決まってこうなのだった。